さあ、じゃあもう一度言いますね、皆さん。もう一度言います。もう一度改めて感謝を申し上げます。皆さん、大富豪の、大特産イベント最終結果3位、本当にありがとうございます。ニコニコありがとうございます。はい、貢献できてくる。いや、本当にありがとうございます。ちょっとコメントがね、たくさん届いてて嬉しいんですけれど、全部読めてなくては申し訳ないんですけれど、まずこれを言いたくて、はい、もう皆さんに拍手をいっぱい送りたいと思います。はい、このまあ長かったですね。長かったですよね、今回のイベントは。長かった1ヶ月間の間、大富豪をプレイしてくださった皆さんに拍手を送りたいと思います。メンバー単独ポイントだ、ダントツですね。だって本当ですか、ありがとうございます。こんなに大富豪したの初めてね。花火大会ありがとうございます。花火もパン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 、嬉しいです。もう本当に嬉しいです。本当に本当に本当にはしゃいでも、いやもうすごい、もう心もう本当に感謝でいっぱいだし、嬉しいです。とても皆さんありがとうございます。皆さんに本当に拍手を、私はカロンチに送る、ありがとう。はい、ありがとうございますね。大富豪カノンも初めてこんなにいっぱいやりました。笑顔でね、はい、皆さんも笑顔ですよね、きっと。はい、笑顔でこうやってショールームをできてとても嬉しい、とても嬉しいです。はい、でそのなんだっけ、あー、すごい、キツネのお面つけてる、くまちゃん、くままりー、くままりー、くまちゃん、ありがとうございます。くまちゃん、くまちゃん、ありがとうございます。お疲れもありがとうございます。くまちゃん、くまちゃん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 、ありがとうございます。ありがとうございます。それでですね、そのさっきも話してたんですが、あ、タコちゃんもありがとうございます。ちょっと消えちゃうんだよね、ショールームギフト反応してこう。タコちゃんもありがとうございます。さっきもコメントにもあったんですけど、まずね、今回のカノンの、カノンにできることってなんだろうって考えた時に、やっぱマッチングポイントを稼ぐことだって思って、これその誰よりも稼げたっていうのはね、すごくなんか嬉しいなって思います。それに本当はね、1万回行きたかったんですよ。上限が1万回なので、マッチングの1万回行きたかったんですけれど、ちょっと1万回にはちょっと届かなかったかなっていう感じですね、結果的には。なのでそれはちょっと悔しいんですけれども、10億ポイントいったので、もうあとちょっとではあったと思うんですけど、1万回多分いけなかったので、それはすごく悔しいんですけれど、でも本当にもう大富豪のことがもう嫌いになっちゃいそうなぐらい、まあ結果的に嫌いになってないんですけれど、嫌いになってはないんですけど、やっぱり何回なんだろうね、何回か分かんないんですけれど、朝の5時から一番長い時には朝の5時から夜の10時までやってて、もちろんね、活動だったり、まあ、やれない時間もあったんですけど、ずっとやってて、もう本当になんていうのかな、大富豪最初の1日目は舐めてて、ちょっとこれまあ、大富豪ってやっぱ楽しいじゃないですか、だから余裕じゃないみたいな、いつもこう楽しみでやってる大富豪をずっとやれるんだからいけるんじゃないって思ってたんですけれど、ダメでした。やっぱり同じことですから、やっぱりちょっとね、もうやりすぎて、もう楽しんでやりすぎて、もうなんかおかしくなっちゃいそうな最後のね3日間とかちょっとおかしくなりかけてたんですよ、彼女実は。なんかね、うん、なんかもううーって感じのうーって感じの
あの最後の3日間ぐらいだったんですけど、なんか本当にね、まあ、ちょっとジョークっていうか大げさに言うと、もう大富豪したらもうジンマシンが出ちゃいそうなぐらい、もう出ちゃうんじゃないかなってぐらい本当に大富豪をいっぱい、あの大富豪いっぱいやって、そう、あのちょっとあれだったんですけど、でもこうやってねたくさん皆さんとあのプレイできたので本当に良かったなって思うし、そう眠くなっちゃうしね、気が狂うようになってそうね、そんな中でもね、あの皆さんもねやってくださったし、そう、まあ、ずっと言ってるけど朝も昼も夜も会う方もいたりとかね、あの本当にあのスタンプもね、あの新しいスタンプが途中で出て楽しかったりとか、あのいっぱい皆さんと打ち合えて、たまに寝落ちしてとか通信が切れてできなかったりとかもあったかもしれないけど、スタンプでも皆さんとコミュニケーションみたいなの取れて、あのすごく嬉しかったです。はい、なのでね、もうちょっとやれることはやりきったっていう感じのイベントでした今回は。はい、意地でした。そうですよね、もうラストはもうあと何日だからって言って頑張ってましたよそう、でもこうやってさ、あの皆さんのおかげで最終3位をいただけて本当に嬉しいですし、あのそうパラダイスもね、そうパラダイスもいっぱい増えたんですよ。あの一番最初はもう多分一人もいなかったと思うんですけど、パラダイスの人なんてもう今あの緑とかオレンジまで星が光ってたりとかする方もいて、いや本当に皆さんもたくさん大富豪をしてくださったんだなっていうのがね、もちろん当たれなくっていっぱいあのプレイしてくださったけどパラダイスじゃない方もいるかもしれないんですけど、そのパラダイスの星を見た時とかに、いや本当にもう皆さんもプレイしてくださってるんだなっていうのをすごい感じたし、アプリアイコン一番大富豪ヒットメンバーアプリのアイコンに特定あってるあー最初のあのアプリのね、いやもういやいやいや、もうでも本当にすごいたくさんプレイして嫌いになるかと思ったんですけど、あの嫌いにはならなかったです。嫌いにはならなかったので、また大富豪配信もねどっかでやれたらなって思うんですけど、とりあえずあの今はいいかなっていう感じですはい、うん、パラダイス、かのんちゃんが楽しんでたからすごく楽しかったですね、ありがとうございます。はい、本当にね、あのスタンプってすごいんですよ。最初はなんか挨拶ぐらいだったんですけど、もう途中から皆さんがスタンプで何を伝えようとしてるのかが分かるようになってきたんじゃないかなと、こうスタンプから読み取る力があのついて、多分あのちょっとねスタンプで会話ができると思いましたね。会話もできてるんじゃないかなって最後の方は思いました。すごいだからなんか楽しかったし、こう忖度してほしい時はなんかちょっとそんな感じのアピールをしてみたりとか、皆さんも迷惑だったかもしれないけど、あのすごい楽しかったですかのね。はい、スタンプなくないよ、あれスタンプ押したはずなのよ、あれ。はい、スタンプで会話できた気がして、会えた時のスタンプ合戦ね、スタンプ合戦すごく楽しかったです。プレイヤー名、そうそうそう、やっぱねプレイヤー名もね、あのすごいいろいろ使いました。すごい楽しかったです。カノンがの質問に皆さんが答えてくださったりとか、逆に皆さんからね、あの皆さんのプレイヤー名を受けて、えめっちゃ面白いと思ってカノンがちょっと乗ってみたりとか、あのそこもやっぱ一つ気づけたことですよね今回のイベントで。プレイヤー名で会話ができるすごい楽しかったです。やっぱいろいろねこうやって工夫っていうの、やっぱ大富豪のゲーム自体は毎回同じじゃないですか。でもこうスタンプだったりとかプレイヤー名だったりとか、あとはねツイッターとかでもすごい、あのすごい楽しかったです今回のイベント。花火ありがとうございます。
そうなので本当に皆さん、たくさんプレイしてくださりありがとうございました。そうですね、本当にこれは何回も言ってることなんですけど、あ、テロップね、テロップな、テロップ本当に大富豪本当にありがとうございました。こういう感じかな、感謝の気持ちで今はもう本当にいっぱいでございます。プレイヤー名はお腹がね空くんですね、食べ物の名前の人がいっぱいいるから。それで、そうそうそう、で本当に何回も言ってるんですけど、最初を振り返ると、このイベントのね一番最初を振り返ると、カノンはやろうか迷って、なんかちょっと迷ってたんですね、すごく、どうしようみたいな思いがあったんです。それはね、配信で見てくださった方は知ってるかもしれないけど、本当になんかなんていうのかな、もちろん役範囲の皆さんがいてくださるのはもちろん知ってるけど、やっぱり結構厳しすぎるんじゃないかなっていうことを思ったし、どういう感じになる、結構ねやっぱ今回マッチングっていうのがあったので、もうちょっと皆さんにね負担をかけてちゃうんじゃないかっていう、こうなんかいろいろ自分で勝手にいろいろ考えて勝手に自分でいろいろ考えて迷って、皆さんに相談して、でもなんかみたいな感じになってたんですけど、でも皆さんからのこうアドバイスっていうか意見とかそういうのコメントをねいただいて、やっぱやるってこう思いになってやってみて本当に良かったなって思いましてこうやって改めてね結果が出て本当に良かったなって、本当に良かったなって思いました。お悩み相談室、そんな感じになってたんですけど、やって今回チャレンジして本当に良かったなって思いました。それはなんていうのかな、結果ももちろんすごく嬉しいんですけれど、斉藤さんから来てる、ありがとうございます。カノンも斉藤さんにの皆さんにいっぱい当たってもうすごく楽しかったです。ファミリーってね、シャイニーやぞって、そう、結果もものすごく嬉しいんですけれど、この、大富豪で今回はイベントがあったんですけど、大富豪だったからとかそういうなんかなんていうんですかね、今回のイベントを通して本当に皆さんの優しさとか、あとヤッコファミリーはもちろんねこう応援してくださっていたと思うんですけれど、そうヤッコファミリーだけでは難しかったかもしれないじゃないですかね。ヤッコファミリーの皆さんが頑張ってくださってるのは重々承知だけど、ヤッコファミリーだけじゃなくて、他の普段は他の推しめの方もこう支援に回ってくださったりとか、あとはこのイベントを通して可能してくださった方もいるし、もちろんそのヤッコファミリーの熱さ、ヤッコファミリーの何この一体感をまた感じられちゃって、もうカノンはもうヤッコファミリーもう最高だねって思ったし、本当にそんな感じで本当に、ね、そう、あ、そう、あとね呼ばれてきますって、そう、あとリカちゃんやミキちゃんや、あとお話を聞いたミレイちゃんとか、もしかしたらね他のメンバーもちょっとこのコメントには来てないけど、ショールームのコメントとかでは流れてきてないけど、もしかしたら声かけしてくださったしてくれた同期のメンバーもいるかもしれないんだけど、そういう同期のねメンバーの優しさにもすごくもう感謝を伝えたいし、こうやってイベントを通して
すごくたくさんのことを得られたので本当にやってよかったなって思いました。大富豪でカノチューしました。本当ですか？え本当ですか？なのですごい良かったなって思います。大富豪ってやっぱり同じじゃないですか。毎回同じなんかあれだけど、その中まあ大富豪じゃなくても、まあこの前のコント劇だったら、まあ、今はあれなんですけど、パッションフォーユーとかね、他にもショールームでもそうだけど、まあ、こういうイベントにチャレンジすることってすごいなんていうのかな、すごいたくさんのものを得られるというか、またファンの方を感じられるし、すごいイベントの中で人と人とのなんかそういうの感じられたので、すごく良かったなと思います。なのでありがとうございました、本当に。あ、そう、一人ではできなかった、絶対できなかった。微力、全然微力でも、もうね、微力とか微力じゃないとか、もうそういうのは関係ないんですね。はい、応援したいなって思って、こう一押しに、まあ、一押しじゃなくてもですけど、応援してくださったら、もうそれもかな、もう本当に嬉しいです。テストどうだっただって。でテストどうだったって、テストはもう聞かないでください。テストはとりあえずちゃんと課題も終わって、ちゃんと無事今日受けてきたので、もう知らないです、カノンは。はい、正直カノンはもう知らないです、そのテストのこと。テストはなんとか進級できるように頑張ります。はい、今日のゴールデンベッドタイムはやりません。ありがとうございます、本当に。会うたびに嬉しかった、ヤコファミリーに。そう、ヤコファミリーじゃなくても嬉しかったんですけどね、斉藤さんの皆さんとかもすごいスタンプで会話してくださったりとか、はい、すごく楽しかったですし、やっぱりヤコファミリー、カノンのカードをセットしてくださった方に会うと、もうやったーってなってましたね。はい、ドラマ頑張ります、皆さんのおかげでね、掴めたこのね3位という結果、なんかその今回のドラマ、もう精一杯かな、またね、全力で楽しみ、全力で素敵なものになるように頑張ってきます。楽しみでした、ありがとうございます。今来ました、ありがとうございます。そう、今はね、スヌちゃんがちょっと課題を頑張ってます。もう一個をやる気にさせてくれたのは間違いなくサンちゃんです。そうなんですか、マキコさん。いや、それはちょっとカノンが そうですよとは言えることでもないし、全然びっくりなんですけど、そうなんですかっていう感じなんですけど、はい、今回もね、マキコさんと出演できるのもすごく嬉しいです。そう、明日からね、9月なんだよね。演技力どうなるのかな。今から本来の推しのところでプレイします。だって、はい、了解です。了解です。なんか改めて伝えられるとちょっと寂しいですけど、でも本当にイベント期間ありがとうございました。今日でカノンさんのデッキも終わりです。寂しいじゃないですか。寂しいじゃないですか。歌唱力もありますね。確かにまだまだカノンは続きますね。あ、それでちょっとさっきとかだいぶ前にコメントで出て、ちょっと流れちゃったっていうか、読んだんですけどあんまり触れられてなかったんですけど、ハッシュタグをちょっと変更しました。
今まではカノンやんのか主演女優って言って皆さんに発信してもらってたんですけど、今回はやっぱこう3位という結果をいただいて、もうカノンはカノンやんのか バージョンを新しくしまして、これからはカノンやんのか助演女優を、もう助演女優を頑張りたいと思いますので、ちょっと変更で皆さんお願いします。もう輝きまくります、助演女優で支えつつ、支えれる、カノンが支えるなんてそんなことはできないし、なんていうの、そんな大げさなことを言うわけでもないし、調子に乗ってるわけでもないんですけれど、助演女優をもうしっかりと務めていきたいと思いますので、カノンやんのか助演女優の方で皆さんこれから発信の方をよろしくお願いします。明日もご了承。あ、そういうことね。あ、ドラマが放送後 YouTube にもアップされるということね。うんうんうん。どうやって置いてた？いや。これで私も役者になれたから、もちろんだよ。ミュージックビデオのドキュメンタリー見て、お、カノン、やばい。え、カノン CFM。よかった、めっちゃ緊張してる。カノンちゃんよかった、撮影めっちゃ緊張してましたか。ちょっとカノンはまだ見れてないんですけれど、そうね、もう届いてるみたいで。届いてる方は、そう、早く見たいです。スルちゃんも友情出演は友情出演はしないですね。それでも大丈夫は続けんだ。わー、かなりのかありがとうございます。勉強なんかしてる場合じゃないのそう、いっぱい大富豪してまして、まあそれを言い訳にはできないし、するつもりもないんですけれど、今回のテストはまあもう聞かないでください。大富豪いっぱいやりました。本当に大富豪いっぱいやりました。最初は本当にこれがアイドルはこんなことをするのかって言ったらあれだけど、大富豪をこんなにいっぱいするのがアイドルなのかって思ったけどね、本当にそうじゃなくて、その中でね、皆さんといろいろなことが楽しめたし、得たものがたくさんあったので、本当にもう感謝でいっぱいです。今は新女優だから主演女優を貫こうだって、じゃあ俺も本来の推しもします。あー、ハートが割れてる。ライブコメントありがとうございました。対戦もありがとうございました。こんばんは。そうそう、カノンやんのか上演女優という風にしましたので、はい、ハートありがとうございます。こっち前だって言い方、上演女優賞、はい、助演女優賞を狙いに行きたいと思います。カノンやってるぞ。女優、お、最優秀助演女優賞、はい、狙っていこうと思います。こんばんは。今日のテストは聞いちゃダメです。おお、押すか。助演女優ってどういうこと。助演あっての試合、はい、そんな存在になれるように、はい、頑張ります。明日も絶対早いに、カノンもグスカピーだと思います。でも配信は朝7時からやるので、印象的な演技をする。おお、印象的な演技次のために一応視力ね、一応視力、今回のイベントで一応視力も、もう最初始める前と比べたらもうめちゃめちゃドーンって増えたでしょ。皆さんカノンはもうドーンって増えましたので、次のイベントにもこうやってどんどん繋がっていったらいいなって思います。ももちゃんさんね、おめでとうございます。ももちゃんさん、名探偵にどのような形になるのか、仲間になるのか、ね、わからない。カノンも全然まだ何にもわからない。どんな役がいいかももう全然想像つかないです。演技の仕事は何年ぶりなの？何年ぶりかな？そんなね、前めちゃめちゃたくさんやらせていただいてたわけじゃないんだけど、ちょっ
ょっと久しくやってないですね。主演女優ありがとうございます。今後も大富豪するときはコメント欄に書いてねえだって。あ、確かにこれでもうね分かりますもんね、大富豪するようはやってる時なんだって。アイドルなんでもうしないと生き残っていけないんだよだって何でもいろ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 して、これからもねいろいろしていきたいと思います。これからもチャレンジをすることを忘れずに、なんだっけ、チャレンジすることを忘れずに、カノンさんはいろいろチャレンジしていこうと思いますので、勇を満身していきますので、皆さんよろしくお願いします。本当に今回もそうだし、前回のコント劇もあり、今回のコント劇もあり、こうファンの方々を、なんていうのかな、ファンの方々を信じるっていうことをカノンはちょっと覚えたので、これからもカノンさんはいろんなことにチャレンジしていくと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。頑張るぞ。マキコさんの役が想像つくマキコシャイニーさんは想像がつく役員です。お、犯人の裏の糸を引く真犯人のようなボス役、うわー怖いですね大富豪での美味しいこと楽しかったです。ありがとうございます、そんな風に言ってもらえて、カノは本当に嬉しいです。こんばんは、次はテストやんのかでお願いします。テストはやん、もうやりたくないです。まだあるんですけど、とにかくやりたくないです。そのくらい気持ちでやっちゃってくださいな。はい、それぐらいの気持ちは持って、グースクピー真珠ありがとうございます。 G 退治してておくれ、大丈夫ですか、退治できましたか、よかった。バイプレイヤーって、そうね、バイプレイヤーにもね、バイプレイヤーってすごいですよ ね。この前俳優さんなんですけど、名バイプレイヤーの方々だけのドラマもやってたりとか しましたよね。本当にすごいですよね。大富豪追加されたけど、みんなで頑張る感じが楽しかった。うん、後になればなるほどもうそれを感じたよ。もうヤコファミリーとかカノンの支援してくださってる方に会えた時の喜びがもう日を追うごとにね、もうダメだって、その通り、大富豪イベントが終わってもミッキーの永遠の推しながらカロンちゃんを使いために頑張って頑張る。カロンさんのカードそうやったから一押しねえ、一押しガチャも皆さんありがとうございます。名探偵にされる、名探偵、お、名探偵迷わせるってこと、本読んでから役決めたら、そうだね、そりゃそうだよ、それができるならそうします。さんちゃんのカードだけデッキ組めるようになりました。嬉しいです。わーわー、ジョイから役、そうです、どんな役があるのかとっても楽しみです。カロンちゃん今マッチング回数が多い役が何人かいると思うだってなるほどなるほど、役ファミリーとしてわらび餅屋さん、え、わらび餅屋さんの役ってこと、そんな役あるかな。今日からゆっくり寝ますねだって。はい、ちゃんとね睡眠は取れて、まあ朝がちょっとの寝る時間が伸びましたからね、嬉しいですね10時間が経って今日でカノンさんデッキ終わりになって、ピエンだ、カノンちゃん何も諦めないでねだって、ありがとうございます。こんばんは、さんちゃんのチャレンジに共に歩む役ファミズ、はい、よろしくお願いします。大富豪一押し変わっててもそっと見守ってくださいはいはい、見守っておきます。また水木、あ、なんでもないですよ、まあ、またカノンさんを応援しようって思った時には復活させてください。はい、他のイベントでもね、そうですよね、今回のコント劇ドラマの、今回のコント、あれ、今回
あ、ちょっとカノンが話をするのを迷っちゃったからかもしれない。今回はドラマですね。前回のコント劇もそうだし、今回のドラマもそうだし、このそこにかけてのイベントで、あのカノンはあのファンの方々をちょっと信じるということをあの覚えました。今まで信じてなかったんかい。だってなんていうのかな、信じてなかったっていうか、その知らなかった、そういう風に信じる信じてなかったわけじゃないんですけども、信じてこうやって一緒にあの戦っていくっていう、このイベントを通して得たものはそういう感じですね。信じてなかったわけじゃないですよ。信じて、今まで違いますよ。今まで信じてなかったわけじゃないです。信じるってこういうことすらも、あの、分かってなかったっていうか。今まで、あの、無理に決まってんだろうとか信じてないわけ、分かったわけではないですよ。なんていうのか、信じるっていうか、こうな、一人で、やるんじゃなくて、ヤコハミの皆さんとこうやっていく、そういう信じるんだな。ヤコハミの皆さんを信じて頼ってもいいんだなっていうことをあの知りました。覚えました。カノンさん、メイド役、メイド役なんてある、自慢の推しです。ありがとうございます。コント劇の時も同じこと。嘘、本当に。じゃあより強く思いました。真の力なりです。あ、そう、それであのまたハッシュタグのことに戻っちゃうんですけども、話がうおうさおっていうか、あっち行って二点三点みたいな感じになっちゃって申し訳ないんですけど、ハッシュタグをあの今日ツイッターをね更新したんですよ。でメールもね、あのもう送ったんですけれど、あのツイッターの方ではハッシュタグカノンやんのか助演女優っていう風にあの書かせていただいたんですけど、メールの SK メールの方であのハッシュタグをつけてカノンやんのか助演女優、まあ内容的にですよ、内容的に助演女優賞ってなってると思うんですけれど、あのあれですね、どっちが今後使っていくので正しいかというと、ツイッターの方のハッシュタグカノンやんのか助演女優が正しいので、皆さんそちらを使っていただけるとありがたいです。バレバレでしたって。カノンに許してほしいことが、ミクの推しだから、ミクとカノン、雪してもいいって言うし、もちろんだよ。もちろんですよ、もちろんです。ありがとうございます。斉藤さんです、斉藤さん、やこさん頑張ってありがとうございます。皆さんが頑張ってくださったおかげです。やめないでよかったね。だってきっと多分いらっしゃったよね、あのあれの時も、相談会みたいな時も。ありがとうございます。コロナ感染、はい、皆さんも気をつけて、あのマスクをしましょう。コロナさん、今まで一人で生きてきて、そんなことはないですよ、そんなことはないですけど、お花が出てる、惜しくも3位でも、演技ティアさんさんです。はい、そんな風に思っていただけるように頑張ります。まだね、まだその演技に関しては何も始まってないですからね。はい、だからイベントでどれだけポチポチしてたかを実感したんです。そう、本当にあの歌手本位の時はあのなかなか自分のあの今回みたいにマッチングポイントとかもなかったから、自分のなんか上げ方もよく分かってなかったんだけど、力のゲーム内での力の上げ方とかもね分かんなかったんだけど、今回ねやっぱマッチングポイントもあったのでたくさんやって、皆さんもこうやってたくさんやってくださってるんだろうなってすごく感じましたね。大変ですよね、大変ですよ本当に。姉ちゃんからもバメが来て安心しました。お、安心した。まだ厳しい状況のようだけどゆっくり
本当にちゃんと完全復活っていうのかな、元気になってから戻ってきてほしいなって思います。早く元気になってほしい、早く戻ってきてほしいけど、ちゃんと元気になってから戻ってきてほしいです。大学終わったから日本帰る、あね、それもちょっと考えつつ、ちょっと試験が終わって、あとは歌唱力ですね、歌唱力も頑張らなくては。できない理由数えるよ、できるかもを共有できるのが、できない理由を数えるよりもかな、できるかもを共有できるのがファンとメンバーの絆だってね。本当にその通りで、できるかもみたいな、できる希望を捨てないで、はい、頑張ってよかったなって思います。信じたから、ありがとうございます。信じたんです、皆さんのこと。頑張って、信じて頑張ってよかったです。こんばんは。半信半疑、半信半疑ではないです。皆さんがどうこうじゃなくて、カノンが皆さんをこう、皆さんが頼りがいがあるとか頼りがいがないとかそういう話じゃなくて、カノンが皆さんのことを頼ってもいいんだっていうことですね。よかった、このようにして聞き、いろんな先輩がね、そうですね、確かに。こんばんは。お腹の音役で、もうそれはもう一番ですね。それでよき、お食べ物関係いつも頼ってるじゃんえ、そうでしたっけ。でもいつも本当にチャレンジングな時じゃないですか、食べ物も。ツイッターまだ上がってないかもしれない、わからない、ちょっと送ったです。この期間社員さんとたくさん対戦しました。はい、カロも対戦しました。順位女優ありがとうございます。どういう時に使うの、今後またこのイベントというか、このドラマがね、こうなんか動きがあった時とか、新着情報とか、なんかまあそういう動きがあった時に、なんかもしかしたらツイートしてくださる方がいたとしたら、かなやのか女優を採用していただければね、嬉しいなと思います。おめでとう、ありがとうございます。ちかこさんとまきこさんね、今回もご一緒できてとても嬉しいです。どまつり原さん、ありがとうございます。愛知県出身、17歳のさんちゃんことかなでる音と書いて、沢田かなです。ペコリゴン、コメントが送ってますね。タコの頭には鉢焼きを巻いてチューッとして、閉まらない、そう、大事な戦いが始まります。大好きだ君が大好きだ僕はね、よくに走る、ありがとうございます。ヤコハミ全員ボイトレ受けます、なんでやねん、サイン入り台本。はい、今度のね、歌唱力はもう自分が頑張るのみなので、皆さんもよろしくお願いします。あ、ツイッター上がってたっぽいです。コメントもありがとうございますね。今回脚本家さん、有名な方が書いてくださるってね、こういう情報も出てましたもんね。すごく楽しみです。応援ありがとうございます。お疲れ様でした。よいしょ。地方だから感じだったな。YouTube にもね上がるので、ぜひ YouTube の方も
あのその後に終わった後に、そう、実際のテレビで放送されるのは何だっけな、6分とかだったと思うんですよ。まあ、6分なんだろうな、6分ってね、短いドラマですよね。まあ、ドラマって考えたらやっぱ短いドラマだと思うんですよ。 ただね、その6分はたかが6分というか、されど6分というか、6分でどんなまたあの出会いがあるか分かんないし、今回こうやって参加させていただくことでまたつながれる方もいると思うし、もう6分に向けてもういろんな、まあ何、出会いがいろんな、何があるか分からないので、本当にチャンスってもどこにあるかわからないので、もうカロンは全力で頑張るしかない。ナッシングって感じですね。ツイッター見てくるだって。ツイッター見てきてくれるのありがとう。来月くらいにまた大富豪で演技部行ったら終わる。カノも笑っちゃう。また来たよ皆さんっていう、もう皆さんもうクタクタになっちゃう。半分マン、全部マンでも半分マン。あ、マスクつけてるからね。こっちから見るとタコさん、こっちから見るとまあ海さん。あ、カシルキでマキコライバル、ドラマの時からプレッシャーかけてくるからね。そんなことはないでしょう。そんなことはないと思いますよ。はい、うーん、6分がね勝負ですね。どれだけ印象、はい、残すことができるのか。カノンやんのか、ジョインジョイ、ありがとうございます。そう、夏の集大成ですよ。得意の顔芸、50芸、それはもうびっくりしちゃう。ツイッターの方がめっちゃ色白だよんだって。そう、色白カロンもあげるときに迷ったんですけど、めっちゃ色白だと思って。だけどちょっとあのなんかフィルターとかを変えても治らなかったので、もう今回は色白カロンさんで、ちょっと綺麗か背景と動画しかかってるんですけど、ということで皆さん本当に大富豪ありがとうございました。ドラマ頑張ります。6分を舐めちゃいかんですよ。地上波の6分にはなんていうんですか、地上波の6分には夢がいっぱい詰まってますから、どうなるかはもう自分次第なので、もうはい、歌唱力も頑張ります。マキコさんどうもかって、もうね、もう頑張るしかない。いろいろもう最近はもうやるしかない、頑張るしかないんだっていう精神でカノンさんはね頑張っているので、よっしゃ。そう、もうすぐ22時でちょっと終わらないといけないので、配信をサンデースタイムをしたいと思います。さ、その前に ありがとうございます。あ、ほら途中までしか映らないよね。ありがとうと、ドラマちゃんが心を生んだ、ありがとうございます。花火もありがとうございます。花束もありがとうございます。ハートもありがとうございます。そしてちょっともうここに映ってるのはそんだけなんだけど、くまちゃんもありがとうございます。あ、タコもいたかな。皆さんありがとうございます。くまちゃん、キツネのお面つけて、くまちゃんありがとうございます。ありがとうございます。かおちゃん、ありがとうございます。さあ、それではサンデスタイムに行きたいと思います。ひょ、今日も13位からサンデスタイムを張り切って、どうぞ。13位、サンデスありがとうございます。12位、サンデスありがとうございます。11位、サンデスありがとうございます。10位、サンデスありがとうございます。9位、サンデスアップマークコムリちゃんありがとうございます。8位、サンデスありがとうございます。7位、サンデスありがとうございます。6位、サンデスアットマークコムリありがとうございます。5位、サンデスアットマークコムリデデイありがとうございます。
4位さんです、アットマークコムリイエーイありがとうございます。そして3位さんです、アットマークヤクファミリーありがとうございます。そして2位さんです、アットマークオンヤクファミリーありがとうございます。そして今日の第1位は、あ、じゃあくま丸と一緒に参ります。せーの、重たいですね、車丸さんね、全然回らなかったです。ドゥンさんです。よいしょ、ありがとうございます。くまちゃんもありがとうございます。そして今日の85位、やっこさんは、おびっくりしたけど、こんなのがあったのでちょっとつけてみますね。開けた、見て、おそろっち、さん、皆さんなんでこんなのがあるんだってね、すごい不思議だと思うんですけど、まあ内緒です。見て、似合ってますか、何を出してよくぞお似合いだ、くままるさん可愛いですよ、くままるさん、ほらコラボしてる、頑張る、かわいいですね。宿題じゃないですよ、夏休み宿題じゃないですよ。ありがとうございます。カモンさんそっくり色々おかしいね、はい、ありがとうございます。そう、これ手作りのやつなんですけど、ドラマちゃんがコロナ、ありがとうございます。さあ、それではね、あと4分だって、あと4分、どうしようかな、ひとこの真似でもしときますか放送事故になっちゃいそう、 もう真似するの難しいですよ、結構こっちがちっちゃくてこっちが大きくてこっちがおかしくなっちゃいそうなのでやめときます。アカペラで一曲、何がいいかな、アカペラ、ちょっと歌詞が見れないので何がいいと思いますか。タコちゃんありがとうございます、似てる、ありがとうございます。なりかねないね、危ないね。ハッピーランキング。ダメだな。あ、貯金もね、貯金、200円貯金しますね。時間。夢のありかい。おお。200円貯金も回す。ありがとうございます。ワンコーラスというか、どうしよう、迷っちゃうな、迷っちゃうので遠くに行ってもします聞いといてあれなんですけど、遠くにいても、遠くにいても春めいたそよ風の中、時間通りにバスが来る、微笑んでいてくるよと手を差し出した、君が今眩しいのは明日を信じる強い意志の光、空は続いてる、同じ時間が流れている、雲と心は一
空は続いてる、同じ時間が流れている、今日は別れを告げても、僕たちはそばにいる。ありがとうございます。じゃあ皆さんおやすみなさい。少しでも気になってくださった方、ぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺で、またこやねー。ありがとうございました。大富豪イベント本当にありがとうございました。明日は9月1日です。あの子の君を見つけたんだ、知らぬ間に。また